はい、どうも、皆さん、こんにちは、なみちです。えー、今回の、ま、動画はですね、ま、ああのー、ま、ま、いろんな宗教団体があれば、それを安置する団体とかも、 まあ団体ではないですよね。まあ個人でやってる人たちとかも結構いるわけで。いやもうそれだったらもうその人たちで、まあ、あのほら、あの NHK をぶっ壊すみたいな感じ、あの NHK をぶっ壊す党みたいにね、 まあ今の NHK 党ですけども、NHK 党みたいにね、えもう、ほにゃららをぶっ壊すみたいな、えね。例えば、検証会をぶっ壊す、え創価学会をぶっ壊す、え立証構成会をぶっ壊す、とかね。まあ僕ら、僕はね、あの別にね、 そんなことは考えていない。うん、まあ、わけじゃないですけど。うーん、まあ、作る予定があるかって言われたらないし、まあ、立場上の問題でね。うーん。で、じゃあ、作る予定はないっていうんだったら、 ね、えー、そういう団体ができたら参加するつもりはあるのかっていう話なんですけど、うん、まあ、これもさん立場上では参加は難しいかなと。うん、っていうのもね、えー、まあ、僕が YouTube デビューして、 まあ最初の方のツイッターにも言ったんですけど、まあ僕はですね、基本的に敵を作りたくない、まあ向こうからね、え何、ー、かしらの法を犯している場合は別ですよ。うん。住居侵入罪とかね、えー、してきた検証会とか、ね。 あのー、あと、ね。いや、なんで行かないんすかっつったら。ああ、ね。え行、ー、かねえとか、なべてんのかこの野郎って怒鳴り散らして、まあ、それも恐喝ですよね。もう恐喝罪に当たるようなことをしてきた、まあ、検証会とかですね。っていうのは、まあ、別だと思うんですけど、だからといって、まあ、検証会、 をぶっつぶす会とか、ね、えー、作るつもりはないし、まあ、そういう、会を、まあ、あの、誰かが作ったとしても、まあ、それに参加するつもりはない。うん。まあ、どっち、どっちにもつかないということじゃなくて、 いや、もうね、ええー、まあ、僕はもう関係ないんで、うん、もう、あの、僕のいないどっか関係ないところやってくれと。もう、あの、もう巻き込まれるのはごめんだと。うん。だから、あのー、未だにね、あの、僕のことを宗教をやろうっていうふうにね、ネットで書かれてますけど、うん、あのー、 足抜けしました。うん。向こうからはいまだに来ますけど、足抜けはしました。うん。僕らも、僕とは、あっちは、もうま、全くの関係ない、無関係の団体なんで、うん。それだけっす。うん。もう数年前からそういう状態なんで、うん。 だから、未だに、ね、まあ、そのネットで書く人は、いるんですよね。うん。まあ、なのでね、まあ、そういうふうにいろいろ言ってくれる人はさ、あのー、まあ、僕がさっき、先ほど提案したみたいに、まあ、まあ、検証会、ぶつぶつ会でもね、えー、立ててみたらどうでしょうか。まあ、私は参加しませんけど、 うん。まあ、それで、なんかね、まあ、訴訟問題になっても、ね、私は知りませんし、えー、私は無関係です、と。<laughs> いうふうなことはね、えー、重ね、サね、言っときます。<laughs> うん。あっちにはね、えー、まあ、もうすごい強烈な、ね、えー、まあ、弁護士、 ね、えー、ホーム部がいるんで、まあ、こっちが何か言おうもんなら、まあ、えー、負けるなと。負ける戦いはしたくないと。だから、ね、えー、本当にね、まあ敵に回したくないっていうのはそういうのもあって、まあ、あまり敵に回したくないなっていうのが。 あったんですよ。うん。その、何かすれば人間的な力で負けるし、絶対、それは。うん。これはもう間違いない。だから、あのー、宗教やろうとか、勧誘やろうとか言われてきたのは、それはもうね、あらに、ね、えー、人間的に力に負けて、ね、やれやれって言われ続けていけばいわけですよ。 で、しかもね、あいつら、監視とかつけますからね。うん。逃げらんないですからね、本当に。怖いですよね。だから、まあ僕はね、あの、完全に逃げるという意味合いでもね、まあ、足抜けの方、 をしたということは、まあ、表明させていただくとともに、ええー、ね。まあ、だからといって、こちらから何も干渉しないし、ね、ええーまあ、ま、ま、検証会の幹部がね、これを見ているのであれば、まあ、そちらからね、まあ、干渉することはね、結成しないようにしてくれと。 いうことは表明しておきたいなと。思っていますと。うん。あのー、ね。以前ね、その、検証会に関して特集をしてくれっていうふうに言われたんですけど、えー、まあ、そのコメントをね、消したりとかですね、 えー、まあ、無視し続けてきたのは、まあそういうことです。あのー、まあなんか言われてもね、あのー、まあ、まあ僕がなんか、ね、言われちゃうし、ね、えー、ずっと、うん、どっかしらのタイミングに逃げたいと思ってましたよ。うん、正直な話。だけど、逃げらんないなと。向こうから来るから。で、 結構ね、あの、家も特定されてるし、ね、えー、勝手に入ってくるんで、もう、それはもう、どうしようもないですよね。うん。まあ、一軒家なんでね、まあ、そのー、あれしてくるし。で、じゃあ、鍵かけりゃいいじゃんって言ったら、えー、今度ね、えー、玄関のドアー、蹴っ飛ばしながら、早く出てこいやからとか言って。 言ってくるんで、まあね、それはね、だから、どうしようもないですよね。うん。なんで、うん。まあ僕があいつらと、 行動してるのを見かけたら、まあ100、100%そういうことだと思ってくださいと、今後は。うん。だから、俺を、見かけて、さらに、そいつらと一緒に行動してるのを見かけたら、ね、ええー、 もう、ほぼほぼね、えー、僕の意思じゃないと、もう、思ってくれて、まあ構わないかなと。で、まあ、あのー、まあ普通は諦めないかと思うんですけど、まあ僕はそれでも諦めずに何度も何度も逃げ続けて、 まあ逃げることを試みて。で、まあそのたびに捕まって。っていうのを繰り返して。まあ。そのために説教食らって。まあねえ。嫌でしたよ、本当に。俺としたちは。もうあいつらとね、行動を共にしたくは、まあ、ない。 とは思っているしまあ私もねえ何、ー、だろうなあのもう何度も言うけどもえー、もう入り口からしてもうねそういう感じなんでもうねてめえなめてんのかみたいな感じのことで、えー、始まって で、それが今に至るまでね、えー、まあ、続いていると。もうクザ団体ですよね、もう本当に。だからもうそういうのとはもう縁を切りたいんですよ、割としても。だから、うん。あのー、検証会とは、あのー、まあ、この動画をもって完全な決別っていうことを、 えー、宣言します。面と向かって言うとね、まあ、また何言われるか分かんないし、もう、もうだからもう何言っても無駄なんで諦めてんすよ、俺もう。もううんざりしてんすよね、もう。うん。ああ、もうこれはもう何言っても無駄だと。うん。こっちの言うことを、何一つ聞き気がねえなと。 うん、こちらの師匠何一つ、まあ、聞く気がねえなと。もう、諦めるしかないですよ、もうこれは。うん。まあ、総科学会さんの方では、どうしてるかって言ったら、ね、えー、もう、即座に警察に通報っていうふうにしてるみたいですけど、多分、なんですけど、おそらくなんですけど、 そういうことをやっても、えー、ホーム部の人間がいるんで、まあ、ノラリクラリーとね、交わす、じゃないかなと。まあ、今までもね、まあ、そうやってね、えー、ノラリクラリー交わしてきたんでね、うん。 まあ本当に優秀な弁護士なんで、ちょっとね、まあ法律的にもちょっと勝てないのかなと。思うし、まあ、証拠能力がね、まあ、やっぱりないんですよね。うん。そう。 だって、ね、扉蹴っ飛ばしたって言ったって、ね、まあ、器物破損ちゃう破損ですけど、ね、えー、壊れるほどの、あれで、蹴るわけじゃないんで、まあ、それは、ね、まあ、証拠能力としては、まあ、ね、薄いと。で、怒鳴られたって言っても、ね、えー、こっちの主観なんで、それもね、あのー、あれなんで、まあ、 こっちの主観でしかないって言われたら、もうそれもおしまいなんで、それはもうね、まあ、っていう感じであり、ええ、まあ、まあ、総学会さんが熱主張してるら致関係に関しては、まあ、わかんないかなと。うん。まあ、それも証拠、 まあ実際にそこ、その施設にいれば、あれなんかもしないですけど、まあ逃げらんない状況を作っている時点でそうだっていうふうに言われたら、うーん、まあどうなんだろうなっていう感じはありますけど、うん、まあ少なくともですね、えー、家に勝手に入ってくるっていう時点でもうそれも、中居侵入罪ですけど、それすらもまあ、なんか言い逃れされる恐れがある。 すなわち、えー、もう、警察に通報したところで、なんだ意味ねえなーって、うん、いうのは思ってるんで、まあ、大ごとにしたくないし、まあ、警察にも通報は、まあ、してないというようなところですね。だから、もう、こっちからも干渉しないんで、もう、そちらからも干渉しないでくれと。俺はもう、 言いたい。うん。まあなんでー、ね。うーんまあそれで何か言ってくるようなことがあれば、ね。えーまあ、この動画を出してまた何か言ってくるようなことがあれば、うん。 またその時はね、またね、何かお伝えできればいいなぁとは思ってます。うん。まあ実際のところね、えー、まあ、まあ俺もね、迂闊だったと思うんですよ。まあ一軒家だから好き放題に、ね、カメラとか置ける。 とは思うんですけどでもああいう機材とかって高いじゃないですか。うん。だし、まあ録音に関してもパッてレッ,ックボタンなんか教えるわけないじゃないですか。パッと取り出してパッてね、えー なんかね、できるわけないじゃないですか。常に持ち歩いてない限りは。ね。あの、で、携帯のデックシステムに関してもですね、あの、そういうアプリなんかね、普通の人、ね、えー、まあ簡単に言ったらね、まあ、その、 携帯の中に入れとくわけないじゃないですか。そんなもの。まあなんでね。まあちょっと証拠能力としてはね。うん。弱いからね、不利なのは、ね。まあいろんなことを言ったとしても、まあ不利なのはこっちだよと。いうところで。まあ僕の方から何もできないですし、まあ行動を起こすつもりも、 うーんまあ、諦めてると言っちゃえば、それまでなんだろうけどもう、うん。そんな感じですね。はい。ということで。えじゃあ。